日向坂46の斉藤京子、佐々木久美、ニューあかりが12日、東京スカイツリーで行われた、日向坂 46WE-R in 東京スカイツリー、R、日向坂46の虹、プレス発表会に出席。コラボレーションイベントをアピールした、日向坂46、スカイツリーとのコラボイベント見どころは、3月12日から6月12日の期間で行われる同イベントは、東京スカイツリーと日向坂46との初のコラボレーション。3月1日より六本木ミュージアムで開催されている日向坂46展 VR と連動し、これまでに開催された日向坂46のライブにフォーカスを当てる。本イベントの見どころを尋ねられた佐々木は、フロア450にある、ポカと一緒にというフォトスペースと紹介。続けて、メンバーの加藤志穂と私、佐々木組のパネルが置いてあるんですけど、その加藤とはすごく仲が良くて、キクトシ、という風にも呼ばれているんです。その二人と一緒にポカ、日向坂46のマスコットキャラクター、がいるというのが嬉しくて、私はそこをぜひ皆さんに、写真で撮っていただきたいなと思いますとアピールした。斉藤は、私がやらせていただいてる、キョコロヒー、という番組で、初めての特番の時にスカイツリーでロケをさせていただいたことが思い出とコメント、こうしてスカイツリーとコラボさせていただけて、本当に嬉しいです。日向坂46の今までの歴史が詰まったような展示会のようなものになっているので、ぜひ楽しんでいただけたらなという風に思いますと呼びかけた。斉藤京子、会見中にハプニングメンバーが報道陣の撮影に応じる場面では、斉藤が突然笑いを止められなくなってしまうハプニングも。撮影は一時止まる場面もあったが、斉藤の笑いが落ち着くのを待ってから再開された。